昨日夜、戸勝の乙吹町で男子中学生が車に跳ねられ重傷を負いました。車はその場から逃走していて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。警察によりますと、昨日午後7時半ごろ、乙吹町響の東町の道道交差点で、自転車を押しながら横断歩道を渡っていた12歳の男子中学生が東方向から来た白っぽい車に跳ねられました。 車はそのまま西方向に走り去ったということです男子中学生は右の太ももの骨を折るなどの重傷を負いました現場は信号機のない横断歩道でしたここですね通学路になってるんです子どもたちがあそこを渡るこっちを渡るとして,てもとにかく止まる車がいないんです警察はひき逃げ事件として逃げた車の行方を追っています